話せるに超高得というわけで、本日はロンサンスかなの近くにルロファンを食べにやってきました。見ての通り行列です。お持ち帰りの人もイートインと同じところで並びます。30分ちょっと並び、ようやく注文しました。ルロファンにはキュウリが入ってますね。キュウリちょっと苦手なんですけど、キュウリが入ってます。あとこれはコンワンタンつみれのと揚げ油条のスープです。あとこれがガパオです。まずはルロファンからいただきます。油身がすごい、油油らしいタイプ。其实我不太喜欢吃小黄瓜，但是这个卤肉，这个卤肉比较油油的，所以感觉是这个小黄瓜如果没有的话，真的太油，可以解解油。不错，但是真的很油。能控吗？试控一下。啊，这。他们家的比较甜，好甜。吃完了，这个瓜包有点没有那么好吃，没有很好吃，我觉得啦。あくまでも私個人の意見ですが、また今度30分並んでこれを食べたいかと聞かれたら、ちょっと私は並ばないかなって感じです。別に特にまずかったりするわけではないですが、わざわざ並んでまでって感じです。すべてはこの表情が物語っていますね。挂包的话，我比较喜欢公馆。公馆，那边的那个南家挂包
比较喜欢。你看这个肥肉，好肥哦。お腹もいっぱいになったことですし、お散歩をしていきます。ここは MRT 正門駅一番出口から徒歩3分、そしてルローハンのお店から歩いて7分のところにあります。こちらの何もなさそうな空間ですが、実は昔は西本願寺というお寺が建てられていました。日本統治時代、台湾最大の仏教寺院として使用されていました。そして戦後は軍と治安警備の拠点として使用されました。長らくは大鎮島民や中南部からの移民の人たちに使われていました。こちらは林番所と呼ばれる建物で、西本願寺の住職の宿舎を復元したものです。和小屋の構造と竹を編んで土を塗り込んだ壁で作られた日本建築となっています。今はリノベーションされ、簡単なお茶菓子がいただけるようです。こちらの参道は1934年に完成し、幅は約5メートル、長さは35メートルあります。当時は鬼害、シロアリなどの心配から台座部分は鉄骨コンクリートで作られました。1975年に火事で焼失してしまいました。今いるこちらの部分、鐘楼は1922年に建てられました。こちらの鐘は1901年に作られましたが、第二次世界大戦中にどっか行っちゃいました。そして今かけられているものは陶磁器のものの模倣品です。やっぱりなんとなく日本の建物だったり木だったり
そういうのは柴犬くんと相性がいいような気がします。正門駅へ戻る途中、石に彫られた台湾の紹介が飾ってありました。普段この道はバスなどで通りますが、実際に歩いたりすることはないので、新しい発見をすることができました。普段は時間がなくせかせか歩いてしまいますが、こうやってゆっくり散歩をするのもいいものですね。こんな感じでたくさん台湾の魅力を伝えられたら嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。